バルーンは株式会社ファウドから2017年7月にリリースされたスマートデバイス向けのチャットフィクションアプリ従来の携帯小説に比べ先の展開がわからないドキドキ感やそのチャットに自分が参加しているかのような没入感を楽しむことができる世界初の連載型チャット小説アプリとしてリリースされたバルーン公式作品だけでなく一般ユーザーも 簡単にチャット小説を投稿できる点が特徴。作品ジャンルは恋愛、ホラーミステリーをはじめ多岐にわたる。またアプリ版の他にパソコン及びモバイルブラウザ向けのウェブ版も提供されている。公式キャラクターとしてシマエナガをモチーフにしたバルンちゃんが存在する。全く新しい日本初の小説大賞としてチャット小説大賞を創設。 2018年12月26日から2019年3月31日までで385作品の応募が集まり、その中から9作品が最終候補作品としてノミネートされ、2019年7月に受賞式が行われた。特別審査員として、セブンティーン専属モデルの熊田林香も参加し、対象の隣の関の枝君はには、 賞金100万円の授与と作品のメディア化が決定した。ダンスボーカルグループ LOL のセカンドアルバム LML の一曲である With You をイメージしたオリジナルのチャット小説 With You。彼が夢を見つけた日が2018年11月7日より公開された。2018年11月23日より公開された元ベイビーレイズジャパンの渡辺明生が 駆動量として創作したチャット小説、遥か隣で、宇宙船に乗る男と架空の地球に住む女の子のスマホのやりとりの中で生まれる切ないやりとりが描かれている。また、同年3月25日には続編として、遥か隣で2が公開された。その後、6月29日に、遥か隣で、遥か隣で2の2作が銀座急激アカデミアにて、 朗読劇として上演。工藤両本人の監修の元キャストオーディションが実施され、戦時中の地球の国、プリンシピオに住むミト役に、山崎カリン、地球から遠く離れた宇宙船に住むヨカゼ役に、サノマイカ、その同僚のアマネ役に、ヨセガワミツが選ばれた。新庁舎が発行する、ローティーン向けファッション雑誌、ニコラの公式サイト、ニコラネットで展開されている。 新ニコラ学園、恋物語の人気10作品をチャット小説化し、2018年12月3日より、バルーン内で掲載された。バルーン内の人気作品である、僕なら、泣かせたりしないが SNS 上で展開するドラマとして、2019年2月18日より、ソシャドラ公式 SNS アカウントにて、各は140秒、全15話が配信された。 高校生の日常を舞台に T に絶大な人気を誇るセブンティーンモデルの熊田林家個性派メンズモデルで最近では俳優としても活動している言うだろう恋愛リアリティショーで話題となったメンズモデル内藤周一郎 Z 世代の代表格として10代に絶大な人気を誇る木村夏美の4名が共演する恋愛ストーリー主題歌には吉田リオンの フィルムが起用された。また、各キャストの特別インタビューも後日バルーンのアプリ内で公開された。さらに、同年2月26日には、描き下ろしエピソードを追加し、小学館より書籍として販売が開始。チャットのような吹き出しのセリフだけで物語が進むチャット小説の形式がそのまま採用された。イラストは、書込コミ人気作家、キミド・リー・オーが担当した。 ボーイズグループゾックスでメインボーカルを務める安井一馬が創作したチャット小説2019年2月26日より公開されたデザイナー、モデル、タレント、俳優と多岐にわたり活躍する近藤陽次が書き上げた芸能界を知るからこそ描くことのできる芸能サスペンス小説作品は三部作構成となっており2019年7月23日より 1> 第1部が公開。同年11月15日に第2部が公開された。ロックバンドスが S でドラムを務める広瀬千尋が創作したチャット小説。2019年8月1日より公開された。バルーン内で高い人気を誇った幼馴染がユーチューバーになりましてが、チャット小説史上初となるアマゾン n のキンドルダイレクト。 ファブリッシングでの販売を2019年8月17日より開始。チャットのような吹き出しのセリフだけで物語が進むチャット小説の形式をそのまま採用している。また、電子書籍化に合わせてビブリア古書道の事件手帳スピンオフ小口さんと僕のビブリアファイト部活動日誌などを手掛ける人気漫画家青むつみを起用し絵描き、 おろしのイラストを表紙と中面に掲載。元ベイビーレイズジャパンの渡辺明生が、工藤涼として創作するチャット小説の第2弾として、2019年10月18日より公開。同年12月7日には、渋谷の L、アトリエバイ APC にて、朗読劇として上演。工藤涼本人の監修の元キャストオーディションが実施され、 物語の主人公である謎の青年リス役に、鈴木康介、政府に反抗する青年ユスカ役に、小原すぐるたけし、ユスカの妹でリスに協力をしてくれるシーカ役に、寺本リオ、反抗組織の一員の弾役に、白石淳也が選ばれた。ファウド、チャットフィクションアプリ、バルーンをローンチ。7月24日まで、期間限定で読み放題キャンペーンを実施。株式会社。 ファウド、h t t p s スラッシュスラッシュ ,prtimes.jp, スラッシュメインスラッシュ ,html, スラッシュ ,rd, スラッシュ ,p, スラッシュ ,00001.0026706.html 2019年12月6日閲欄。チャット小説対象。 バルーン c h a t f i c t i o n b e 2019年12月6日閲覧。日本初の第1回チャット小説大賞大賞作品を発表23歳女性会社員が描いた青春ラブコメディー隣の席の枝くんはが対象に決定。株式会社ファウド。 h t t p s p r t i m e s j p m a i n h t m l r d p 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6 7 7 0 6 h t m l 2 0 1 9年12月6日閲覧。LOL 株式会社ファウド h t t p s p r t i m e s j p m a i n h t m l r d p 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 6 7 0 6 h t m l 2 0 1 9年12月11日閲覧。元ベイビーレイズジャパン渡辺明生が、駆動了名義で、チャット小説家デビュー。株式会社、ファウド。 h t t p s p r t i m e s j p m a i n h t m l r d p 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 6 7 0 6 h t m l 2 0 1 9年12月11日閲覧。元ベイビーレイズジャパン渡辺明生のチャット小説が、初の朗読劇化、遥かとなりで、 はるか隣で通が6月29日に、銀座急激アカデミアで、上演決定。株式会社、ファウド、https コロンスラッシュスラッシュ prtimes.jp スラッシュメインスラッシュ html スラッシュ rd スラッシュ p スラッシュ 000021.0026706.html2019 00年12月12日閲覧。 新ニコラ学園恋物語の人気10作品をチャット小説家新ニコラ学園恋物語バルーン出張編として12月4日より順次掲載株式会社ファウド h t t p s p r t i m e s j p m a i n h t m l r d p 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 7 7 0 6 h t m l 2 0 1 9年12月11日閲覧。チャット小説アプリバルーン発の実写ドラマ化。SNS ドラマ、僕なら、泣かせたりしない熊田林化。 言うだろう、内藤周一郎、木村夏美の4名が共演、株式会社ファウド、https コロンスラッシュスラッシュ prtimes.jp スラッシュメインスラッシュ html スラッシュ rd スラッシュ p スラッシュ 000012.000026706.html2019 00 00 000年12月11日日覧 チャット小説原作の SNS ドラマ、僕なら、泣かせたりしない予告編を公開。主題歌に、吉田リオン、新曲、フィルムが決定、株式会社ファウド。 https://prdimes.jp://html:/rd:/p:/000013.000026706.html2019 m a i n 0 0年12月11日閲覧ソシャドラ、僕なら、泣かせたりしない連動企画9マダリンから。 キャストインタビューコンテンツをバルーン内で公開。株式会社、ファウド、https コロンスラッシュスラッシュ prtimes.jp スラッシュメインスラッシュ html スラッシュ rd スラッシュ p スラッシュ 000016.0026706.html 2019年12月11日閲覧。000 000人気チャット小説、僕なら、 泣かせたりしない映像化に続き、小学館より、史上初の書籍化が決定。書籍版だけで読める描き下ろしエピソードを追加し、2月26日発売、株式会社ファウド。 h t t p s p r t i m e s j p s l s h m a i n h t m l r d p 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 2 6 7 0 6と html2019 年12月11日閲覧ボーイズグループゾックスでメインボーカルを務める安井和馬がチャット小説家デビュー。チャット小説。 明日来る未来、4月12日より、バルーンにて公開、株式会社ファウド h t、https prtimes.jp m a i n ュメインス html rd スラッシュ p 0ラッ 000019.000026706.html2019 年12月12日閲覧。 メイク系男子のパイオニア近藤洋二がバルーンでチャット小説家デビュー。芸能界をテーマとした三部作サスペンス第一弾。チャット小説。人殺しの君へ。株式会社。ファウド。 h t t p s b r t i m e s <convert>. j p m a i n h t m l r d p 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 6 7 0 6 h t m l 2 0 1 9年12月12日閲覧。チャット小説、人殺しの君へ11月15日より、バルーンにて、第2部公開、株式会社ファウド。 https://prtimes.jp://html:/rd:/p:/0000:00:00:30:00:26770:6:html2019 00年12月12日日閲覧ロックバンドスが S の広瀬千尋がバルーンでチャット小説家デビュー。テーマは青春ラブストーリー。 株式会社、ファウド、https コロンスラッシュスラッシュ b r t i m e s j p スラッシュメインスラッシュ html スラッシュ rd スラッシュ p スラッシュ0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 6 7 0 6 h t m l 2019年12月12日閲覧。キンドルダイレクトパブリッシングにて、チャット小説が、初の電子書籍化。 人気漫画家による描き下ろしイラストを追加した幼馴染みが YouTuber になりましてを販売開始株式会社ファウド https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000027.000026706.html2019 年12月12日閲覧駆工藤がチャット小説、第2作目で友情と使命をテーマにした新しい世界観を展開する。 株式会社、ファウド、https コロンスラッシュスラッシュ prtimes.jp スラッシュメインスラッシュ html スラッシュ rd スラッシュ p スラッシュ000028ドット0026706 html2019 年12月12日閲覧。駆動量原作、白い後期が12月7日に上演決定。 11月5日本日より、チケット販売開始、株式会社ファウド、https prtimes.jp スラッシメイン html rd p 0 0ッ 000029.000026706.html2019 年12月12日閲覧。ありがとうございます。